中国が軍事力に力を入れ始めてから、日本は大忙しだね。いろいろな対策が必要不可欠だからな。兵器にはロマンがあるけど、平和が一番だよね。まあ人類の歴史は戦いの歴史と言っても過言ではないからな。戦いがあるから技術も発展するわけだ。難儀な話だよね。完璧な平和が訪れたら、きっと人類は堕落しちゃうもんね。適度な競争と闘争があるからこそ、人類は発展するからな。なんだか哲学的な話になっちゃったね。今回は航空自衛隊が調達を進めている第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2についてと、対中国における長距離ミサイルについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年も中盤を過ぎて秋が訪れている中、防衛省が未来の航空自衛隊の主力戦闘機として取得を進めているのは、米国ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2となっているね。空自は、通常の陸上滑走路で運用する A 型102機、短距離垂直着陸が可能で護衛艦出雲加賀島の艦載機として、運用する B 型45機を調達する計画があるんだ。空自の AB 型総数は147機となる予定であり、これは本国アメリカを除いて世界最多機体数となり、先進の F-35 ライトニング2を確保することで航空優位を進めようとしている姿勢の表れとも言えるね。日本政府としては、2019年4月から2024年3月までの直近5カ年分を31機中期防衛力整備計画として位置づけており、防衛力増強の基本戦略を2018年12月に閣議決定を行い推進している現状だぜ。この31機中期の受け入れは F-35 ライトニング2、6機分を650億円で予算計上した2021年度に比して、2022年度は AB 型合計10機約1000億円と 1.5 倍以上の予算割り当てを行う方針だと発表したみたいだな。これにより31機中期合計の総数では、F-35 ライトニング2A 型が過去3年間で13機から27機へ、B 型が8機から18機まで増加することとなり、A 型が青森の三沢基地以外への配備拡大も現実化するのも遠い話ではないんだよね。日本メディアによると、次に F-35 ライトニング2A 型の予定配備先は石川県の小松基地になる見込みで、現在配備中の F-15J イーグルとの代替が行われるそうだよ。小松基地は前述したように日本海側唯一の戦闘機部隊が配備された基地であるため、現状は F-15 イーグルによるスクランブル発進への対応も担っているんだけど、これをそのまま F-35 ライトニング2に引き継がせるのかも注目していきたいね。また短距離垂直着陸を可能にした B タイプは、それを艦載機とする予定の護衛艦加賀が広島県の呉基地を残るとしていることや、現在のところ整備計画の進む鹿児島県の名護島に近いことから宮崎県の新田丸基地への配備が有力視されているぜ。防衛省側からすれば、中国海軍による南シナ海、東シナ海方面への進出、つまり九州から沖縄、台湾からフィリピンへと続く第一列島線内の制空権の確率を抑制する目的でやっているように見えるな。1900年代初頭まで航空自衛隊の主力戦闘機だった F-15J イーグルは、当時の第4世代戦闘機と呼称されていて、実際の非撃墜数は0機と、まさに世界最高レベルの制空戦闘機として君臨していたという話だよ。しかし中国が急速な経済発展をして軍備強化を驚異的な速度で行った結果、これら第4世代戦闘機を含む航空戦力の数や、中長距離向けの地対地ミサイルの配備によって日本の軍事的能力は相対的に低下してきている現状なんだ。日中の軍事力の差を補うものが、F-35 ライトニング2の A 型 B 型などの高度なステルス性能で敵に探知されずに、敵の攻撃範囲外から脅威の排除をしようという我が国の自衛隊新戦略となっているぜ。湾岸戦争やイラク戦争等の中東地域での戦闘を見ても、友軍同士で取得したデータを共有し効果的な攻撃を行うデータリンクを基盤とした戦術は、成功を収めているからな。情報を制す者こそ戦場を制すからね。そこは昔から変わらないよね。これらの戦闘は単純に米軍が最新兵器と戦術を駆使する中で、相手側はそうした統制の取れた体系的な反撃を行うことができず、いわば一方的な非対称戦かのように兵器単体のテクノロジーの前に完敗したとも言えるね。これと比較すれば中国軍は同様の戦力間データリンク統合を進めており、湾岸戦争やイラク戦争で見られたような一方的な敗北を期待することは、非常にリスクを伴う機能的観測と言わざるを得ないな。近代戦闘では、精密な誘導兵器やデータリンク制度の向上から、
フル装備の正規軍同士が実戦闘を突発的に起こす可能性は低下してきているというのが実情だぜ。もちろん日本側としても他国軍隊が実戦経験を蓄積継続できていないこと、中国軍についてもこうした傾向から脱することはできず、装備した兵器を前面に打ち出す行為で相手の戦意喪失を画策するしかないんだよね。中国に対抗する上で非常に厄介なのは、戦闘機や護衛艦、潜水艦などが単体での性能や搭載する兵装面で多少上回っていたとしても、それは本質だけであり圧倒的な相対戦闘力にはかならないという点だな。やはり日本にとって中国が持つ最大の脅威は複数ある中長距離用の地対地ミサイルの配備であり、これを無効化するための対地攻撃兵装の拡充を急ぐべきだろうな。しかし自衛隊に課せられた憲法上の制約、つまり攻撃的兵器に該当する恐れがあるとして、一部の野党を中心に導入へのハードルが政治的にも困難な状況にあるんだよね。他国から身を守ろうとしているのに、自国の憲法に首を絞められているんだから、おかしな話だよね。日本政府自体も野党からの批判と憲法上の自衛隊の専守防衛の枠組みへの対処からか、長距離攻撃が可能な兵器をスタンドオフミサイルと表現して既成事実化と、配備を進めようとしているんだ。ちなみに陸上自衛隊が保有している一つとして地対地誘導弾には、さらなる長射程下の研究予算が付与されており、現行の射程距離 200km だったものが 900km、そして 1500km と延伸させると同時に航空機搭載も考えられているぜ。そもそも尖閣諸島などの南西諸島の防衛策を、旧ソ連が崩壊したことによって北海道を中心に展開していた陸上自衛隊の組織的な存亡をかけて、同地域が中国に狙られていると主張する反対論の数多く聞かれるが全くなデマとしか思えないな。このような反対論者に対して現状で取り得る有効な政策とは何なのか、軍事のみならず政治面も含めて実効的な代替案を国民に明示してほしいものだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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